お仕事あるある、社内に一人はいるクレーム処理に長けている謝罪王。だからどうするんだよ。それはですね。どうされました？その買った商品を取り替えてくれって言ってるんだよ。申し訳ございませんでした。まずはお客様に不快な思い、ここまでのご移動、お時間、交通費用、ご負担をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。お話もう一度お聞かせ願いますでしょうか。勢いすごっ。